知ってたんで、うん、テルリーさんが人狼って愛ちゃん襲撃した時に、そう本当に悲しくなっちゃって、わかってんねん、私もだからすっごい考えてん、すっごい考えたんやけど、もう人狼になってしまったからには一番ベストを出さなきゃと思った瞬間に、立ち回りが完璧です、もうしょうがないなって、素晴らしい。そしたら次の議論で誰をアイビン釣ったのってなるかなって思った、そこがなったわ、カナムナスやつかと、まんまとなってくれて嬉しいです、ごめんな、はい、そうですね、ほんまにごめんな、そうです、ね、絶対やろうな、また似ているからドッペルゲンガーって会うと片方どっちもいなくなんて話してんのアイミン2夜以上生き残れたことなかったからほんまやな、でもアイミンがな、あれで、あのちょっと泳がしてたら、で共振者だったらどうしようって思った、確かに確かに、そう、そうそうか、泳がせて共振者だったらどうしようって、うんうん、でミコロ疑うみたいな言うて、うんうん、こんなに騎士やったとはごめんなさいっていう気持ちでいっぱいで、こんな感じやね祈るような気持ち、やっぱ2対2で残った時は厳しいな、厳しいな。